ブロンシュタイン級フリゲート。ブロンシュタイン級フリゲートは、アメリカ海軍のフリゲートの艦級、アン、SQS-26 とアスロックを初めて搭載した戦後第二世代の公用護衛艦の講師として、1960年度で2隻が建造された。基本計画番号は SC、SCB-199 に伴って、フリゲート、 FF に再分類された。その後、冷戦終結に伴う軍縮により1991年には、アメリカ海軍から退役するが、1993年に2隻とも、メキシコに条とされ、ブラボ級フリゲート、として、再収役した。第二次世界大戦後初の紅葉護衛艦、デッして、まず1952年度計画より、D、D0 級、 SCB-72 の建造が開始された。しかし1954年5月、海軍の長期計画の策定にあたるシンドラー委員会は、戦団護衛艦について、同級のように成功効果な艦よりも、戦時大量建造に対応できる簡素で安価な艦を建造するように勧告した。これに応じて、1956年7年度のでは、より簡素なクロード・ジョーンズ級とされた。 1950年の時点では、アメリカ海軍の対戦戦部隊は、戦乱護衛のため、数を確保できる、量産艦と、短波方向探知機、HF、DF などの広域捜索センサーの情報に基づいて、構成的な対戦相当作戦を開けするための、高性能艦によるハイローミックス構成とされていた。1954年のシンドラ委員会の勧告は、 この構成を再確認するものと言えた。しかし1950年代以末には、次なる戦争は短く苛烈なものとなり、第二次世界大戦のように、戦時量産計画を発動する余裕はなく、海軍は、海戦時に有する戦力で戦争を戦い抜かなければ、ならなと見積もられるようになっていた。この場合、量産性を考慮して性能面で妥協するよりは、 艦の性能を重視することが望ましかった。当時、高性能な艦隊護衛艦の建造に、県艦予算が取られていたことから、時期での建造は九百六十年度で行われることになり、九百五十八年三月より検討が着手された。この研究は、s c b 百九十九と称されており、当初は D-LAQ の発展型として検討されていたが、間もなく、 単なる改良型以上のものとなっていった。これによって建造されたのが本級である。上記の通り、当初は d l a q をもとに、アン、s q s 2 6ソナーの搭載に対応して、大型化したものとして構想されていた。しかし基本計画審議委員会、SCB での設計の過程で、艦砲の追加や航空偽装の強化、射撃式装置の改善などに伴って、 船体は急激に大型化していった。これらの検討の結果、本級ではクロード・ジョーンズ級の船型を拡大し、船首楼を延長した超船首楼型となった。またソナーをバウドームに収容して搭載したことから、艦首は鋭く前方に突出している。電子装備の充実に対応して、マストと煙突を一体化させたマック構造を採用しており、これは SCB-199 シリーズに共通の特徴となった。装備の充実と艦型の拡大の結果、最初期の設計案では、速力24ノットとされていたが、敵潜水艦と護衛図べき民間船舶とが共に高速化が進んでいたことから、速力不足が課題となった。チャールズ海アダムズ級ミサイル駆逐艦と、 同系列の手記を搭載して30ノットを発揮する。試案も検討されたものの、こちらはコストが上昇する上に、この速力ではソナーがほとんど効力を発揮できない。ことから、対戦艦としてはあまり意味がないものとも考えられた。最終的に中艦を取って26ノットとなった。この結果、ボイラーは d l a q と同系列のフォスターホイーラー式水艦艦2機。 蒸気正常も同一で、圧力、温度度であった。手機は、ドラバル式、ギアードタービン1機、出力は2万馬力と増大していたが、線形も大型化していたことから、蒸気の通り、速力は D、D-Lay 級に劣って26ノットとなっていた。蒸気を高圧化すれば、さらに1ノットは高速化できると考えられたが、こちらは、本級には間に合わず、翌年度のガーシア級以降に、 持ち越しとなった。本級は、新開発の装備により、これまでの護衛駆逐艦に類を見ない、強力な対戦戦闘システムを構築した。その一方、方向兵器については、先行する d 0 a 級及びクロード・ジョンズ級のものを基本的に、踏襲している。上記の経緯より、ソナーとしては、大出力、低周波数の案、SQS-26 を、 バウドームに収容して搭載した。同ーソナーは極めて大掛かりな装置であり、本級はこれを搭載できる最小規模の艦であった。また1973年から1974年にかけて、後部の山陰地方に変えて、アン、SQR-15 コーソナーを装備した。ただし、運用実績不良であり、1981年前後に撤去されている。 また、SQS-26 も、最初期の実験機に近い構成だったことから、メキシコ海軍での最終駅後には、予備部品の供給が途絶え、間もなく、運用不能に陥ったとされている。レーダーも更新されており、対空捜索用として、アン、SPS-40 を搭載した。対水上捜索用としては、アン、SPS-10 を搭載している。 本級では、計画の最初期段階より、長射程の対戦兵器として、アスロック対戦ミサイルの装備が要求されており、また後の検討の過程で、QH-50 ダッシュ及び 533mm 魚雷発射艦2機も追加れた。ただしマーク48魚雷の水上艦発射板の計画中止に伴って 533mm 魚雷発射艦は後日撤去され、 ダッシュも1960年代末に運用停止となった。ダッシュを搭載した艦の多くは、後にランプスヘリコプターを搭載するよう回収されたが、本級は線形化所であると考えられたことから、ヘリコプターの着艦に対応するように飛行艦板をバリシタのみで、ランプスの搭載は行わなかった。アスロックは、アメリカ護衛艦としては、初装備であり、 八連装発射機を環境直前に設置したが、次発弾を搭載する余地がなく、発射機内の8発のみの搭載となった。また近距離での対戦兵器としては、アスロックの弾頭でもあるマーク44単魚雷を発射する324立方ミリメートル連装魚雷発射管マーク32を装備している。これらを統制する水中攻撃式装置は、 アスロックの搭載と合わせて、先行するに環球のマーク105を強化したマーク111が使用されていたが、後にマーク114モッド、7に更新された。一方、艦報としては、選手楼艦板に50合計 76mm 連装速射法、マーク33三インチ砲、艦尾艦板に50合計 76mm リメー射ルマーク3 3マーク 343インチ砲を搭載し、マーク56放射撃式装置によって完成した。ただし、戦備甲板の方は、後に、アン、SQR-15 とバーターに撤去された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。